こんにちは、ゴルフプロの三谷です。今日は皆さんに練習方法、これをご紹介しようと思います。普段どういう練習をすればいいか迷ったり不安に感じたり、練習している時に分からなくなったりすること多いですよね。そんな時はドリルをやっていただくのが一番いいかなと思います。また使うクラブ、これもどのクラブを使えばいいか迷ってしまいますね。そういった時はまずは今日は9番アイアン、これを少しやってみようと思います。7番アイアンよりも少し短くて打ちやすいです。ボールも上がりやすいので、ボールが飛んでるような雰囲気が感じられますから、ぜひこの9番アイアンでの練習、身につけてやってみてください。このように、このチャンネルでは皆さんにためになる練習方法とか、たくさんご紹介してますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまず打球を少ししてみましょう。最初に打つときはあまり難しいことは考えずに、楽にグリップを持って構えを取ります。そしてターゲットに狙いを定めて打ちます。少しリラックスした状態で何球か打つといいと思います。動きが分からなくなったときはドリルをやるのが一番いいと思いますが、例えば肩にクラブを担いで体の動きを覚えるためのドリルをやったり、さらには腕の動き、構えた状態で腕が回転する動きを確認したり、体の動き、腕の動き、大きく言うとこの2つですから、これを確認していただくと次のショットがいいイメージで打てるようになったりします。でもう1回打球してみましょう。少し体の動きがダイナミックに動くような、そんな感覚が感じられたりします。皆さんは練習するときにいろんなことを考えてやったりすると思いますが、まずは少し短いクラブ、例えば今日はこの9番アイアン、9番アイアンで少しボールを打ってみたりすると比較的ないショットが出やすかったりして、練習が進むと思いますので、ぜひやってみてください。いいイメージのショットが出てます。それでは皆さん、どんどん練習に励んでいただいて、ナイスショット、ナイスプレー、ナイスラウンドをできるように、ゴルフをどんどん楽しんでやってみてください。では、バイバイ。